にちは、アフロと名古屋の伊藤舞です。今日はワゴンを使ってヘアアレンジをしていきたいと思います。はい、でまずはじめに全体を32ミリで内巻きに巻いていきます。これでポニーテールを作っていきます。でこの時に一緒に遅れ毛を出していきます。でこの出した遅れ毛を巻いていきます。最後にトップを残りしていきます。はい、完成です。